こちらは軽音部、ただいま部員募集中です。春から新しく設立予定の軽音部です。よかったら軽音やってみませんか。えらい、軽音だよ。いい子いるよ、可愛い子いるよ。軽音いかがすか。ちょっとあんた何の会話やってるのよ。軽音って言ってんぞ。いい子いるよ。じゃないでしょ、変なのに間違われたらどうすんの。いい子いるじゃん、私とか。ちょっと何その顔。ありがとうございました。ナズナ、いい感じだったよ。これならバッチリ新入生の注目ゲットね。ありがとう、うまくいってよかった。おっとっとっと、気が抜けちゃったみたい。やっぱり演奏は見てもらうのが一番よね。うん、楽しい感じ伝わると嬉しいんだけど。そこはバッチリっす。用意したチラシもだんだん減ってきました。明日は少し追加で印刷した方が良さそうね。はい、用意しときます。よし、じゃあ次は演奏交代して私たちがやるね。私とセリナとアーリンだな。よっしゃ、もしおこすぞ。そういうのはダメ、ここ学校の敷地内だからね。彩り緑セカンドシーズン第 2.5 話、プレイザットファンキーミュージック。軽音部部員募集中っす。興味ありませんか。設立に向けて準備中です。バンドやってみませんか。毎度おなじみ軽音部です。よかったら軽音よろしくお願いします。二人ともてんてこまいだね。不慣れです、すいません。大体はどうもいいだよ、なでしこちゃんも頑張ってるし。うん、先輩としてはちょっと恥ずかしいところですが。でもなでしこちゃん楽しそうですね。興味なくても気になってきちゃいそう。3人の演奏も素敵だし、アピール抜群だよね。バンドに入ったのも高校が初めてでしたけど、これも初めての経験です。こういう開けたところで気ままに弾くのもいいですよね。初めての野外ライブかな。ほら、アーリーもサービスしてる。いやー、調子に乗っちゃったわ。いろいろ即興で弾いちゃって大丈夫。みんな楽しそうだったもん。人のせいにするわけじゃないけど、ナルもセリナもおだてるからさ。乗せてなんぼの私たち、リズム隊の実力だよね。さすがです。煽るね、シロナちゃん。はいはい、私もやってみたいっす。おお、行ってみる。お願いします。あたしこと五十嵐なでしこはここで音楽がやりたくて試験を受けました。すごい新ジャンル。憧れだった軽音部を復活させたいと思ってます。一緒にやりませんか。軽音部入りませんか。軽音部いかがですか。ご清聴ありがとうございました。なでしこちゃんすごい。これはただものではないですね。最高だよ、今日の優勝って感じ。いや、無我夢中で。ありがとうございます。くせ者揃いの平バンドだが、これを超えるのはもうあれしかあるまい。え、何？ナズナちゃんのフリースタイルラップ。どうしてそんな適当なこと言うの。インスピレーションが。ナズナ先輩。よう、私たち彩り緑、今日は部活の勧誘日より、いつかなくなった軽音部復活目指して演奏中。よう、軽音部一緒にやりませんか。よ、軽音部入りませんか。よ、軽音部一緒にやりませんか。よ、軽音部いかがですか。夏の先輩最高っす。あ、私は一体何を。
たまにあるパターンだ。そうなんですか？ナデシカちゃん、早速入部希望者だよ。ラップ部ですかって。ではないっすね。さあ、そして今日のラストステージを飾るのはこいつだ。なんで私を指さすのよ。もうさっき散々やったから。ちょっと、だからもう。どうしてああなったのかわからないし。やりすぎちゃったかな。そんなことないっす。先輩方、今日はありがとうございました。ま、私たちもすっかり遊んじゃったしな。遊びすぎて最後は先生たちが飛んできそうでしたもんね。うん、くれぐれも明日は騒ぎすぎないようにしましょう。あれ以上やると先生に問題ありとマークされかねません。怒られちゃったら元も子もないですもんね。じゃあ明日は節度を持ってだね。オッケーオッケー。明日はきっと部員ゲットね。明日もフリースタイルやりますか。それはやらないかな。